こんにちは、ハッカンです。今日はリアルフォースを2台比べてみようという企画なんですよ。で、先日私リアルフォースの一番安いモデルを購入したということで、動画に上げさせてもらっていました。でも今日はこの一番安いリアルフォースと一番高いリアルフォース、この2台を比べた時にどうなのかっていうお話をしたいと思います。なぜそんな企画をするのかっていうところなんですけど、これですね。はい、こちらの新しいリアルフォースをまた購入してしまったからなんですよね。で、こちらの新しいリアルフォースなんですけど、 PFU リミテッドエディションというものになります。詳細は後で開封しながらお伝えするとして、買った経緯なんですけど、ちょっと些細なことではあるんですけど、私が通っている会社のオフィスがフリーアドレス制になりまして、でフリーアドレス制になると、デスクに自分のものを置いておくことができないんですよね。で、今までは私デスクに自分のキーボードを持ち込んでいました。で、それがこちらなんですけど、あのフィルコのマジェスタッチというシリーズの茶軸のモデルになります。こんな感じで、割と軽快なタイピング音がするモデルなんですよね。さすがにメカニカル、チェリーの MX スイッチ採用してるだけあって、まず壊れないんですよ。私もなんだかんだ20年近くこれ愛用してると思います。ただですね、フリーアドレス制、個人ロッカーに入れておいて、使う時だけデスクにって持ってた時にこれが入らなかったんですよね。ちょうどですね、テンキーの部分、ここが短ければ入るっていうようなロッカーの大きさだったんですよ。なので、これをちょっとやめて、今まで使ってたリアルフォース、これですね。で、これを会社に持ち込もうかと考えています。で、これだと10キーないんで、スッキリ入ると思うんですよ。ただやっぱり Excel 対応するんで、10キーよく使うんですよね。なので、これも以前から持ってたんですけど、この、フィルコの、マジェスタッチシリーズ、先ほどのキーボードと、シリーズになっているような、茶軸の10キー。こういうのを別に使えば困らないかなというふうに考えています。ちょっと話がそれるんですけど、会社の個人ロッカーからデスクへの往復っていうのは、この国用のこういったアイテムを使おうと思ってるんですよね。これも実際ロッカーに入れてあるんですけど、国用のモバコと運び図っていうものなんですけど、これがむちゃくちゃ良かったんですよ。ロッカーに入ってジャストフィットっていうのもあるんですけど、デスクにそのまま置いて、でファスナーを開けるだけでスタンバイできるとか、非常に使いやすいんですよね。私文具も結構好きなんで、この辺りもちょっと紹介しようかなって迷ったんですけど、今回はキーボードの紹介ということでちょっと割愛させていただきます。一応概要欄にリンク載せておくので、興味ある方は見てみてください。では本題に戻りまして、今日はなかなか実際に比較できないリアルフォースを比べてみることで、自分に合ったリアルフォースが見つかるかもしれないというような、ちょっと推敲なマニアックな動画になりそうです。このチャンネルでは私が気になっているものや購入したもののスペックを紐解いて、皆さんの参考になるような動画を作っていきます。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。では行ってみましょう。ではまず前回動画でご紹介したリアルフォースをおさらいしていきますね。それがこちらです。で、型番は R2TLJP4BK という風になっています。以前の動画でリアルフォースの型番の読み方っていうのを解説したんですけれども、文字数が少ないということが機能の少なさを表しているんですね。で、こちらの型番から読み取れる部分としては、リアルフォースの第2世代、ペンキーレス、日本語配列、オーカーツ 45g、そしてブラック、ということがわかるんですよ。実物はこちらですね。基本的にはキーを押した時の荷重ですね。こちらが 45g に統一されています。で、10キーレスがないっていうのがもちろんのこと、ブラックであったり日本語配列だったりっていうぐらいですかね。リアルフォースの中では非常にシンプルで、最安値を誇るものではあるんですよね。で、こちら、10キーレスのものでは最安値で、約1万7000円っていうぐらいの価格ですね。
天気付きのものの方が場合によっては安い時もあるんですけど、今回は天気レス同士の比較となります。まあ、それでも一般的なキーボードに比べるとだいぶ高いかなとは思うんですけどね。まあ、リアルフォースの最大の特徴である静電容量無接点方式を気軽に体験したいなというにはもってこいのものだと思います。そして新しく購入したものがこの下のものになるんですけど、リアルフォースの中でちょっと変わった製品で PFU リミテッドエディションという言葉がついています。ハッピーハッキングキーボードという名前のキーボードあるんですけど、そちらの製品を作っているブランドである PFU ですね。まあ、こちらがトープレのリアルフォースをベースにして作ったっていうのがこの PFU リミテッドエディションになるんですけど、ベースはリアルフォースなんですよ。まあ、そこに機能がかなりもりもり足されてるっていうような感じですね。ただですね、この PFU リミテッドエディションが PFU からしか買えないんですよね。一応 Amazon とか楽天とかのショップで売ってるんですけど、販売元が全て PFU なんですよね。なので基本的に安売りを全くしません。価格が税込み 31,350 円。もう3万円を超えてきました。もうべらぼうに高いんですよ。でこうしてみると価格差結構ありますよね。まあ、最安値でも高級なキーボードだなって感じるんですけど、まあ、ここまでいくとちょっと頭おかしいレベルになってきたかなと。で私ですね、この標準的なリアルフォースを、まあ、約4ヶ月間使っていたんですけども、まあ、リアルフォースの特徴となる打鍵感だいぶ分かってきたかなっていう風に捉えてはいます。やっぱり、まあ、すごくいいなっていう風に感じてるんですけど、若干理想と違うかなっていう部分もあるんですよ。でこのスペック上の、まあ、先ほどお伝えしたオーカーツ 45g 透過重、これがですねなぜか少し重く感じるんです。でなぜなのかなっていう風にずっと考えながら打ってたんですけど、まあリアルフォースソフトタクタイルフィーリングってメーカーは言ってるんですけど、そのタクタイルフィーリングが他のキーボードとちょっと違うんだなっていうことに気がつきました。タクタイルっていうのを解説すると、まあ、指の引っかかりをちょっと感じる部分がある。まあ簡単に言うと軽いクリック感を感じるみたいなものですね。で、クリック感まで行くとチェリーの青軸のようにガチンという手応えがあるものが多いんですけど、こういった茶軸のモデルとか、あと以前ご紹介したレーザーのオレンジスイッチとかっていうのは、このキーを押していく途中にちょっと引っかかる部分があるんですよね。で、最初はリニアでずっと押し込んでいけるんですけど、ほんのちょっと止まる部分があって、そこをクッと押し込んでいく。で、そこのタクタイルが気持ちいいんですよ。で、そのタクタイルの引っかかりを感じる部分なんですけど、茶軸とかオレンジ軸って押していく最中にあるんですよね。で、ここからこう下まで底付きすると考えたら、ここからこうこの辺でちょっと引っかかってクンといくっていう感じなんですよ。ただこのリアルフォースの場合だとちょっと違ってて、最初にあるんですよね。一番最初タクタイルフィーリングって呼ばれてても、どこに引っかかりあるのかなっていうのを全然感じられなかったんですけど、実は最初なんですよ。一番最初のキートップの部分からいきなり荷重がマックスでクッと、ここをクッと押し込んでストンと落ちるみたいな感じなんですよ。でよくよく探したら公式に荷重のグラフがあったんですけど、まあ、それ見てもやっぱり一番最初に盛り上がりがあるのがわかるんですよね。まあ、これが私個人的に重く感じていた部分なんですよね。まあスススッとこう滑らかに打ちたいんですけど、押すぞっていう感覚がないとちょっといかないっていうぐらいの気持ちを感じている部分がありました。まあ、これが私がちょっとだけ重いなって感じていた部分だったんですよね。で私の打鍵の強さだとちょっと押すぞという感じで押さないと反応しないっていう感じです。まあ、もっと柔らかく打ちたいんですよね。で茶軸とかオレンジスイッチだと割とそれができてるんですよ。まあリアルフォースでももうちょっと 40g ぐらいとか微妙なものがあれば本当はいいんですけどね。でこの 45g よりも軽いものは 30g しかないんですけど、 30g は軽すぎるんですよ。
まあ、ここまで打鍵感にこだわっている人ってなかなかいないと思うんですけれど、まあ、本当に一番の理想には出会えないものです。まあ、そこでこちらの新しいモデルの出番になるわけなんですが、型番読んでいきますと R2TLSAUS4IV となります。長いです。そう、長いということはちょっと機能が足されてるんですね。で、 R2 はリアルフォース第2世代ということで、 TL が10キーレス、ここまでは一緒です。で、その後の S は静音スイッチのサイレントの S ですね。で、 A は APC という機能がついています。 APC 後からちょっと解説します。その他では、まあ、US、 これ英語配列の4ということで 45g 透過重、実はここ重さ一緒なんですよね。で、最後 IV ということでブラックではなくアイボリーにしてみました。この SA の部分を試してみたかったんですよ。それでは開封していきましょう。まあ、外箱つるっとしてるんで照明映り込んでますけど、こちらに型番書いてますよね。キーボード出てきましたけど、ちょっとまだカバーに覆われている感じですね。はい、中身がこんな感じで出てきました。これアイボリーにしてみたんですけど、意外といいなと思いましたね。で、まず特徴見てみましょう。まあ、もちろんアイボリーで英語配列ということで、まあ、かなり見た目には違うなというふうに思うと思うんですが、まず静音タイプです。これがちょっと気になってました。以前のリアルフォースだと重く感じる分少し強めに打鍵する必要があったんで、意外とうるさいなって感じてたんですよ。そうですね、ちょっとカチカチって音が目立つかなという感じです。これが静音スイッチだとちょっと少なめになりましたね。音が明らかに違います。で、音だけじゃなくて打ち心地もちょっと違って感じるんですよね。なんかこれは、まあ、長く使ってみないとわからないんですけど、一般的にリアルフォースって静音タイプ嫌われる傾向にあるんですよね。で、嫌いな人はこの底打ちの感覚が嫌みたいですね。あ、なんかグニグニっとするっていう風に言われてるんですけど、まあ、私は静音タイプの方が好みかな。で、もう一つの特徴としては APC という機能がついています。で、 APC とは何かということなんですけど、アクチュエーションポイントチェンジャーというものの略です。で、キーが押されたっていう風に反応する位置を変えられる機能なんですよね。まあ、ここにちょっとマークがあるんですけど、こうキーをグッと押し込んでいった時にどこでスイッチが反応するか、これを変えられる機能です。で、私この APC 機能にはだいぶ期待はしてるんですけど、私がこれを使っていて重く感じる部分、45g の透過重というのはこれも両方変わらないんですよ。ただグッと押し込まないと反応しないっていう部分もあるのかなと。で、浅いところで反応すれば少しは解消されるんじゃないかなっていう期待を込めています。で、あとはブラックからアイボリーに変えたっていうのは、まあ、こういうパッドとかマウスとか、まあ、他にもホワイトのものを結構デスク上揃えてるんで、それと合わせたかったなということです。あの、想像以上にいい色だなと思って、すごく今、テンション上がってるんですけど。そして、英語配列ですね。まあ、何よりやっぱりエンターキーの、この、細長さ。これがいいんですよ。このホームポジションに置いた時に、小指をほんのちょっと伸ばすだけで届く。このエンターキー。これがやっぱりいい。まあ、こっちの日本語配列だと、この小指から1、2、3と、ここまでいかないと、エンターキー押せないんですよね。で、それが1、2でいけるっていう。
ここの利点がすごくあります。あとはマウス操作するときにオルトキーよく使うんですよね。イラストレーターとかプレミアプロでオルトキー押しながらドラッグすることでコピーっていうのがあるんですけど、こっちだとこの無変換キーを結構触ってしまうことが多かったんです。その押し間違いも減りますね。あとは実際細かいところで言うと、この後ろのケーブルですね、これがこの上からも出せるようになってますし、高等数は横からも出せるようになっています。これでこの横からケーブルが出るようになりました。高さ調整は1段階だけですね。これで斜めにすることができます。まあ、リアルフォースですね、この高さ調整しなくても実際この上の方が高くなってるんですよ。でここからスーッとこう斜めに上がっていくようなそんなレイアウトになってるんで非常に打ちやすいです。あとは付属品ですね。こっちのリアルフォースには付属品何もついてなかったんですけど、こっちにはまずこちらがついてます。これキートッププラというまあキートップを挟んで引っ掛けて外すっていう工具なんですよね。結構外すの大変ですこれ。でここにまあ静電容量無接点方式のスイッチの、まあ、上が見えてる感じですけど、じゃあなぜこのキートップを外す必要があるのかということなんですけど、こちらのキーボード APC 機能付きということでキーの反応する場所を変えられるんですが、それと一緒にキーストロークも変えることができます。そして付属品としてこの厚みの違うラバーが2種類付いています。このキーを全部外してこれを間に敷くことでキーストロークを変えることができます。まあ私の場合は多分使わないとは思うんですけど、もう非常に素早く入力するときにキーストローク浅くしたいという需要はあると思うんですよね。ただこの底についた時の感触っていうのはだいぶ変わってしまうんじゃないかなっていう懸念点はあります。まあじっくり見て本体は一般的にはあんまりかっこいいとは言えないかなというところでしょうかね。なんかやっぱりアイボリーなんで一昔前の PC っぽいかなと、まあ、ちょっと9801とかすごい懐かしい感じを受けますけど、まあ私ぐらいの年齢になると一周回っていいかなっていうふうに思えるようになってきました。でキーも全く光らないんで今の主流とはだいぶ違いますね。まあ光る部分といえばここぐらいという感じでしょうかね。あとは印字ですね。これ消化印刷っていう方式の印刷なんですけど、まずほぼ文字が消えないですね。多分これ使おうと思ったら一生使えます。おそらくキースイッチとか印字面よりもケーブルの断線の方が心配なんじゃないかなというところですね。あとは有線接続になるので無線では使えません、まあ、デスクの上をスッキリさせたい方にも不向きですよね。やっぱりそういう意味でリアルフォースってすごいマニアックな製品なんですよ。で打鍵感だけをひたすら追求するっていう方にしか分かってもらえなさそうです。でそしてこのリアルフォースなんですけど、専用のアプリ使うと設定ができます。今立ち上げてみてますね。この設定ということでまあいろいろあるんですけど、やっぱりまあ基本は APC ですよね。これ 1.5、2.2、3という形で一括で設定することもできますし、これを個別設定という形になると、例えばこれスペースキーをこう選ぶと、スペースキーの色をどこにするのかみたいなというのはできますよね。こんな感じに設定してみました。で、Windows キーやっぱり
急に押しちゃうと困るんで、これは反応を悪くして、文字キーは反応を良くして、まあ、あと普段こう押しながら同時押しで使うようなキーは 2.2 に設定するみたいな、そんな感じです。まあ、これでだいぶ浅くして使いたいなというところですね。あとはまあインジケーターの LED をこう変えてみたりとかっていうのはできますね。それじゃあここからはタイピング比較をしてみたいと思います。まず標準の方からいきましょうか。続いて静音スイッチの方に移行します。いかがだったでしょうか。今回この一番安いリアルフォースと一番高いリアルフォース、まあ、2機種を比べてみたんですけど、まあ、やっぱり機能ですよね。 APC がついてるとか、まあ、静音であるとか、まあ、これが非常に大きな違いではあるんですけれども、ぶっちゃけ好みかなというところは正直あります。まあ、一般的にはですけどね。で、APC っていうのは本来は重さとかそういうんではなくて、キーのミスタイプを減らしたいとか、逆にもっともっと早く打ちたいとか、そういう需要を叶えるための機能です。完全にタイピングのプロですよね。まあ、そういった方を対象にしてるんじゃないかなと。あとはブログなんかでもう数千文字数万文字を毎日叩くとか、まあ、そういった方にはいいのかなという部分があります。で、標準スイッチ、静音スイッチの音の違いっていうのは動画で見ていただいたんですけど、やっぱりフィーリングちょっとずつ違うんですよね。ただ芯となる部分は一緒です。なので標準スイッチもリアルフォースのかなりいい部分っていうのは体験できると思うんですよ。できれば、まあ、皆さんも店頭で触ってみて確かめるっていうことをお勧めしたいんですが、まあ、なかなか実機をね、比較できる環境にないという方は、まあ、この動画の音とか、まあ、この感じっていうのをちょっと伝わればなと思うんですよね。ただですね、この価格差ですね、APC とか静音に対して、まあ、この差額1万円以上の価格が魅力に感じるかどうか、まあ、ここってものすごい迷いどころだと思うんですよね。PFU リミテッドエディション、手放しでおすすめできるかというと、そうではないかなと。私個人的にはものすごい買ってよかったなっていうふうに今思ってはいるんですけど、ただキーボードって長く使わないとわからないので、まあ、これから数ヶ月、まあ、年単位で使ってみてどうなのかっていうのをまた機会があったらお伝えしたいと思います。まあ、それでは今日はこんなところで終わりにしたいと思います。よかったら高評価やチャンネル登録もお願いします。ではでは。